生新女神道祭の遺恨。聖母の封建生新女神道祭、または聖母の封建は11月21日に祝われる。キリスト教の祭日で、聖教会の十二大祭及び聖方教会の聖人歴の記念日の一つ。イエスキリストの母聖神女、マリアが3歳頃、エルサレム神殿に入ったことを記憶する。生新女神殿祭とも呼ばれる。聖殿によれば、 マリアが三歳の時、両親イオアキムとアンナは、彼女が生まれる前の誓いに従い、エルサレム神殿にマリアを献じた。大祭司ザ・ハリアは彼女を受けて、本来は女性が立ち入ることを許されない聖書へと彼女を導き、彼女はその後聖人まで聖書に養われた。この祭りでは、この古事を記憶し、マリアを三坂へする。聖人殿には、この祭りの教訓として、 親たちに子供を教会に伴い神の教えを聞くことの大切さを明記させるものだとするものがある。朗読箇所は前日の晩課では1でエジプト記4十1から5、9、10、16、34、35、2列を記上7時51分、8、1、3から7、9から11、3、エゼキエル書43、27から44、4、 早かでは、ルカ福音書1時39分マイナス49,56。生態礼儀においては、ヘブライ書9、1から7、ルカ福音書10時38分マイナス42、11時27分、28となり、他のいくつかの生新女の祭りと同じである。12大祭りの中では、比較的、新しく、7世紀末より前に始まったと考えられる。 東方で始まり、7世紀末にはすでにエルサレムで知られており、その1世紀後にコンスタンティノープルに紹介された。西方にはさらに遅く入り、1347年にグレゴリオス11世がアビニオンで初めてこの祭りを行った従って、日本では12月4日に祝われる。ストリート・アサネシャス・オーソドックス・アカデミー・ザ・オーソドックス・スタディ・バイブル 1993-1997V ラスキーザ・プレゼンテーション・オブ・ザ・ホーリー・バーチン・イン・ザ・テンプル・インミーニング・オブ・アイコンズ1952-1999ありがとうございます。